こんにちは。今回は神様、仏様、稲尾様の稲尾和久を紹介します。1937年大分県生まれ、背番号24は埼玉西武ライオンズの永久欠番。1956年、別府緑ヶ丘高校から西鉄ライオンズに入団。1958年、日本シリーズ3連覇したが、3連敗の後、4連投4連勝の奇跡的な快投、地元新聞には、神様、仏様、稲尾様の見出しが躍った。1962年、7年目にして、通算200勝を達成は史上最速。鉄腕と呼ばれるも、肩を酷使したことで現役14年と短く、1969年現役引退。ロッテ監督を退任した際のエピソードとして、あの落合は稲尾さんのいないロッテにいる必要がないと中日ドラゴンズに移籍した。通算成績では276勝、防御率 1.98、 最優秀防御率5回などだが、やはりシーズン最多勝42勝はすごい。稲尾の凄さは成績だけではない。相手投手にマウンドを譲るときは必ずロージンバッグを一定の場所に置き、自分の投球で惚れた部分を丁寧に鳴らした。その人柄とエースとしての品格は球界一と語られている。